はい、皆さんこんにちは。ストリートインストラクター井川直輔です。今日はですね、ちょっと特別企画をします。はい、私が以前紹介した、ターゲットにコンピスを取り込む方法というのがありまして、これを欲しい方に、プレゼントします。はい、クリスマスプレゼント。競馬やらないやつは何なんだって言われたらちょっと何も言えないんですけど、そこはちょっと勘弁してください。はい、でただし一つだけ条件をつけたいと思います。せこいと思われても結構ですが、チャンネル登録をしてくれた方というふうに条件をつけたいと思います。本当は僕のホームページにユーザー登録してくれたらっていうふうにしたんですけど、僕今のところ何のメリットもないので、一応チャンネル登録をしてくださいと。じゃあチャンネル登録したことを分かるのかあったら、名前が来る方はね、出る方は分かるんですけど、正直、分からないです。なので皆さんの善意にお任せします。ボタンを1回押してくれれば、押そうが押すまいが持っていけるという企画になってますね。はい、で今回はもう全自動です。今までユーザー名とパスワード入れるのめんどくせえなと思いましたよね。まあ入れていただくんですけど、前ほどめんどくさくないです。スクリプトエラー出てこないです。開催日とか何かも何もいらなくていいです。はい、一発でボタンポーンと押せば、ファイルが出来上がります。ただしこれどっかからですね、横やり入ったらすぐやめます。横やりっていうのは、実際にこれを売ってる方がいるので、俺みたいななんかこんなお父さんが勝手にやっちゃってもいいのかっていう問題がちょっと僕素朴にあります。まあ今までね、やっててどこからも横やり入ってないんで大丈夫だと思いますけど、早い者が早い者待ちっていうか、文句が来るまでっていうふうに思ってください。はい、なので皆さんに、本当にいいものをお渡ししたいというふうに思います。前回ね、質問が来まして、ちょっと M さんという方にしておきましょう。M さんから質問いただきましてですね、まあ、自己解決されたんですけど、どうやってもちょっとできないんでっていうふうになってたので、自己解決したらしいんですが、今回も本当楽です。有馬記念頑張っていきましょう。はい、それでは行きたいと思います。あなたのハートにアクセスしたい。メリークリスマス。それでは早速やっていきたいと思います。コンピっていう、ファイルがありますので、このコンピのファイルをクリックしてください。そうすると一番初めにセキュリティの問題があって、これ一回読み取りで開きますか。これ EA にしてください。あ、ごめんなさい、間違えました。多分皆さん、開いた時って有効化するかどうかっていうのを聞いてくると思うので、一回有効化してください。でこれ EA 開きます。はい、ちょっとここモザイクかけますね。はい、ID とパスワードを打ち込みます。はい、そうしてログインというふうにすると、今までここでパス入れてたと思うんですけども、ここで入ります。ここに入れるのはちょっとなかなかね、めんどくさいんですよ。ただ今までスクリプトのエラーが来たと思うんですが、このスクリプトのエラーも僕の方で改善してますので、そのまますんなりストレスなくいきます。はい、で例えば15日の中山を作ってみましょう。はい、出ました。じゃあレース ID 作成というふうに押してください。私のねパソコンがねちょっと遅いので、はい、レース ID できました。じゃあコンピ出力と、はい、出力完了しましたと。でレース情報をクリアして、今までここで右クリックして戻ってたと思うんですけど、めんどくさいので前に戻るで戻ってください。はい、で次阪神行きます。はい、阪神レース ID 作成。はい、できました。じゃあ、コンピ出力といきます。はい、出力完了しました。これでまだ2分半なんで、ちょっともう1回やってみましょうか。もう1回再分、だいたい普通3場所なんで。はい、で次中京行きます。レース ID 作成。
はい、零細時完了しました。コンピ出力。はい、ちょうど今3分ですね。私が解説を始めたから3分なので、3分で3場所出るので、だいたいちょっと今あれですけど、ちゃんと3場所分出てますので、はい、ここにありますね、1,2,3 と、はい、ありますので、これ全然大丈夫です。3分で3場所分の、コンピ数が出ると思います。このツールね、開発で作ったのは、僕のホームページからダウンロードしてる人みんなこう思ってたはずです。ずるいってね、こんな便利なは、こんな、ターゲットにコンピ数を、取り込むことを、僕はずるいと思ってて、なんでそんなもうちょっと担当者ツールを、ね、やってくんねえのっていうふうに僕はずっと思ってたんですよね。はい、で、まあ、開発する、ケーキの、に至ったわけですけど、これはもうちょっと違うサイトでね売ってたんですけど、売るのやめました。はい、これはもう皆さんにサービスしたいと思います。持ってってください。僕ここのサイトでいろんな人にあったかいコメントをいただいたり、チャンネル登録数も増えたりっていうふうに本当によくしてもらったので、これは皆さんにプレゼントいたします。はい、有馬記念頑張ってください。有馬記念でね、的中したっていう報告がいただけると僕はすごい嬉しいなと思います。はい、じゃあパソコンの画面ここまでにします。はい、いかがでしたでしょうか。はい、便利だと思うので、どんどん使ってみてください。こういうね、Excel アクセスのスキルがありますと、全然皆さん便利に使えるようになると思いますので、ちょっと頑張ってみてください。はい、では今日はこの辺で失礼したいと思います。さよなら。